最初に楕円球握ってからもうこれやるんだっつって、当時野球とかサッカーっていうのは遊びで草野球草サッカーやってたんですけど、ラグビーってなんかもっと人との接点が近いっていうか、もう密着してるんですよね。当然ぶつかコンタクト競技ですし、でそれが楽しかったですね。人となんかすれ違うとか、人をこう追っかけられるのから逃げるとかっていうのが楽しかったです。